大学、僕大学日本一なんて話してます。あ、僕、はい、雑誌にも取り上げてもらったんですけど、はい、ちょうど大学の明治神宮大会最後の秋、最後4年生の秋、4年生の春にまず全国大会決勝で上部に負けて、はい、当時上部って誰かいましたっけ、横田美希、三上、三上さん、はい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 、がいて、はい、負けて、はい、でなんかそのおかげで秋もう一回頂点取ろうぜってなれたような、チーム全体が春優勝してたらなんか違う秋やったんかなって思うぐらい、なんかまだ目標があって、で秋神宮大会優勝して、はい、でその時にちょうど僕おじいちゃん亡くなって、あ、そのタイミングですか、はい、秋のその神宮大会の自分の初戦の前の日に、はい、で帰ろうか帰らないか、はい、迷ったんですけど、その時ちょうど学生コーチの子が、はい、教育実習でいなくて、はい、僕学生コーチ的なこともしながら、はい、選手もやってたんで、今ここで俺が抜けたら、うんうん、最後に頑張るためになんかダメやなと思って、はい、お母さんに連絡して、はい、ごめんちょっと帰れへんって、はい、でお葬式行かなかったんです。あ、そうですか。おじいちゃんも野球好きなおじいちゃんやったんで、あ、そうですね、もう分かってくれるやろっつって、なるほどなるほど、おじいちゃんごめんっつって、はい、終わったらちゃんと手合わしに行くからって言って、はい、もうお葬式出ず、僕だけ家族で一人だけ出ず、でも最後の夏、あ、最後の秋ですね、優勝して手合わしに行くからって言って、はい、秋優勝してかっこよで終わって手合わせに行ってっていうのがあったんで、報告ちゃんとできて、ね、だからそのやっぱ日本一になる喜びとか、はいはいはい、こう優勝したらいろんなことが報われるよ、そうっすね、っていうのを今の高校生に教えてあげたくて。なるほど。だから今僕監督になった時に常々言ってたのは、はい、優勝した時の喜びをみんなで分かち合おうっつって、本当にいいもんやからって、みんながおめでとうって言ってもらえる、はい、その幸せをみんなに経験させてあげたいって、はい、なるほどですね、っていうのから始まりました。そうですね、はい、まあ、大学の思い出といえばそこが一番、まあ、本当に大学で優勝させてもらったりとか、まあ、僕が主力じゃないですけど、はい、まあ、その脇役として経験させてもらったこととか、はい、もうそういうのはすごくいい経験になって来てるんです、ね、今に来てますね。もう、まあ、技術も、まあ、もちろん多分そこはまあ当たり前の話なんだと思うんですけど、やっぱそれ以外のところが結構やっぱ前田さんは経験させてもらって、で今指導に動きを置かれてる感じですよね、うん、まあ、レギュラーの人ってでもやっぱいい思いする分苦しい思いもしますけど、でも結局一番大切なのはそこの子たちのサポートすることかな、はい、もう思い切ってやる環境を作ることであったりとか、はい、でも迷いがないようにする練習をしてあげることとか、なるほど、はい、だからそこの不安さえなければ、やっぱだから結局は最後はもうメンタルのスポーツなんかな、はい、と思いながら僕は思ってて、はい、なるほどですね。で、まあ、じゃあその日本一、まあ、取られて、まあ、大学生活は、まあ、一旦そこで終わるっていうわけじゃないですか、はい、でその先はなんかこうビジョンみたいな、こう社会人でやるとか、社会人でやったんですよ。あ、そうなんですね。常石鉄工って言って、はい、広島の福山の、はい、船造船業のクラブ、お、今、常石ブルーパイレーツって言って、はいはい、名前が変わってちょっとまた力入れて野球部やってはるんですけど。あ、そうなんですか。めちゃくちゃしんどくてですねそうなんですか。鉄工所なんで。なるほど。で僕いろんな部署があるんで、僕機関偽装部っていう、機関偽装部、船をもう直属作るとかやったんです。めちゃくちゃしんどくて。もう普通にライン作業みたいな感じですか。いや、ライン作業じゃなくて搭載でこう言うたら舵をつけてなんか洗い出しして、はいはいはい、そんなのは僕できないですけど、はい、職人さんの横についてこう手伝いして、溶接してとか。溶接もしてたんですか。溶接は目してこうやって、何回も目焼けて、夜涙してビジカーって開きながらやばいぞこれって思いながら、本当にきつかったです。もうな、春夏秋冬、長袖長ズボン、安全靴、ヘルメット、もう汗しか出ないです。出ないですよ。
鉄板50度60度ぐらい、船って鉄板でできてるんですよ。はいはいはい。もう50度60度黒の安全靴で、もう死ぬわこれと思って。だからもう足の裏からもう熱が入ってきて、もう足が重たくなって。でも仕事はメインで8時からやって3時までやって、3時から練習なんですよ。もう体が追いつかんくて、もうそれだけで体力だいぶね。そうなんですよ。午前中っていうか、はい、で僕みたいな体なんで、はい、体力ないっすよね。もうグランド行った時にはヘトヘトみたいな。その毎日を。もう毎日じゃあその繰り返し、まあ、土日は休みですか。土日は休みです。でもまあ試合だったりとかですよね。そうなんですよ。もうすっごいきつくて、それは寮になったんですか。寮です。寮ですか。独身寮みたいな、一人でです、ね、めちゃくちゃきつくて、それ僕ハングリーな生活してたんで、はい、そこの寮もアンテナ一本立つか立たんかみたいなところに住んでたんです。その電波が、はい、今でさえこう変わって、はい、あのいい寮になったって聞いてますけど、はい、僕の時はまあいい意味では自由があったんですけど、はい、悪い意味で言ったらアンテナ一本しか立たんようななるほどなるほどそこに住んでました。じゃあもう基本的にはもう野球と仕事のもう、もう野球が3、はい、仕事が7、だからもう野球ができる環境っていう感じの社会人チームやなっていう。当時はそれは何年ぐらい続けられるんですか。結局2年しかやってないです。あ、そうなんですか。でそのタイミングであの僕の恩師がここの高校を辞めるってなった時に戻ってくるようになったんですよ。あ、なるほど。声かけていただいて、帰ってくれへんかっていうってなったんですよ。そこからの指導者の始まりなんです。なるほど。だから僕まだ2年目やったんで、社会人、前田さん的にはもう全然社会人まだまだやっていこうっていう気持ち。むしろもう2年間こういろんな社会人見て、あの相手チームとかいろんなって、はい、よし3年目勝負しようかっつって、あ、体も絞って、はい、もうバリバリ行こうかってタイミングで、あの指導者の声かかって。なるほど。でもなんかもう心の中でだからそのプロ野球選手になれるとか、はい、そういう実感がなかったんで。そこはまあじゃあ特に目指してはなかったんですか、プロっていうところは。まあ目指してはないですね、多分。やっぱり慣れたらいいなぐらいの感じですか。まあ慣れたら、まあ可能性があるなら 1% でもあるなら頑張りたいなと。でもう一回体作って最後やってみたいなって思ってただけで。なるほど。ただまあ将来的にやっぱ指導者やって母校のためにやりたいっていうのがあったんで、だからこうタイミング的に言うと、このタイミング逃したらじゃあ5年50年後もしくはないかもしれんって考えた時に、じゃあプロ野球になって活躍する確率と母校に戻って一生懸命やらせてもらえるそのタイミングで言ったら、選ぶのは母校でしょうと。なるほど。自分のプロの絵の道よりも、この社会人のこのあれよりも、はい、母校に戻ってやりたいなと思って。その時はもうあのご結婚はしてないです。あ、されて。その時はしてないです。してない、はい、だからまあ普通にもう自分の決断として。もう自分、そうそう、はい、まあ、地元ですしね。でも本当ありがたいことに、その社会人の人たちで残ってやっつって言ってもらったりしてたんで、まあ声出したりとかチームコブスも得意やったから、はいはいはい、で3年目やし、はい、さあ今からっていう、アジアからそこに行ったのが初めてやったんで。あ、そうなんですか。でそういうのをもっとどんどん出してっていうような、始まるぞのタイミングやったから。なるほどですね。チームとしてもやっぱりちょっと、チームとしてはもう1年やってほしいとは言っていただいたことは感謝してますけど。なるほどですね。でもそこは快くでもまあ最後送り出して、まあもう送り出すというか、反強制、僕がもう行きますっていうスタイルで、すいませんって。なるほどですね。行きましたけど。でそれが何歳ぐらいの時ですか。24ですね。 2年間やったので24の年からも京都翔英、24の1月から京都翔英に来ました。の、コーチですか。コーチです。コーチとして進まれて、はい、初めてこう指導者としてやっていくと思うんですけど、なんか難しさとか、なんかどういうのをやっていこうみたいなんで、なんかそのプランとか、なんかそういうのって どんな感じで当時は思ってました。いやもう若気の至りのようにアジアが全てだと。なるほど。まあ日本一になってますしね、そのやり方が。なるほど。ぬるかったら知らんぞという気持ちぐらいで、はい、
重くそ生徒にぶつかりながら野球やってました。ぶつかるっていうのはどう具体的に？もうガンガン行ってできないやったら出ていけっつって。なるほどなるほど。そんな気持ちで勝てるかっつって、もうノックも打たせてもらったんで1年目から、はいはいはい、ガンガン行って、でありがたいことにその夏に初出場したんです、甲子園に、ね、甲子園に。まあその時の監督さんが今もう亡くなられたんですけど、うん、あそうですか、はい、その監督さんのもっとやっていいよってもらってやらせてもらってて、でその代のあのキャプテンが楽天の石原、あ石原さんで今 DeNA のキャッチャーの山本優太がセンターに守って、はいはい、あその代なんです、その代なんです。おなるほど、はい、もうやんちゃで気合入っとるやつが多くて、あ結構気持ち的に強いんですか。そうなんですよ。だからもうガンガン向かってって、はぁみたいな感じで言ったら、お前聞いてんのばーって言いながら、あそういうぶつかる、で僕は体動くから、はいはいはい、よしじゃあ俺と勝負しようかっつって、なるほど、そんなホームラン競争して僕ばっかばっか打つし、はいはいはい、キャッチャー来いっつって僕投げても一番いいし、はいはい、もう体作ってたからちょうど、なるほど、3年目勝負勝負出ます、ね、もうそれはもうみんな文句言えへんのですよ、はい、なるほど、認めざるを、はい、もう言うようなぐらい、まあ、一緒になって、あがむしゃらに一緒になってやってましたね、その時は。じゃあそれがずっとまあ1年目はもうそれで走り続けるって感じですか。そうですね、もう5年間ぐらいそれでずっと、あずっと、はい、突っ走ってましたね。え今京都翔英に来て何年目になるんですか。8年目ですね。じゃあ結構もうあれですね。なるほどなるほど。じゃあそれ5年目ぐらいを境に何ですか、ずっとコーチはずっとしてて、で担任持つよ、もう1年目から担任持ってたんですけど、あ1年目から教師として、そう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 。えちなみに何のあれですか。公民です。公民社会科公民、はい、はい、で担任持ってやらせてもらって、そっから始まりですね。そうです。でコーチ、そこからなんか部長にもなれてるんですか。部長にはあれなってないんですよ。ベンチ入るのに、その変更届が必要で、はい、ベンチ入ってたんで、はい、そのうちの部長があの高野連の京都府高野連 の仕事してるんで、はいはい、だ僕が現場見てたんで、なるほど、僕がベンチ入ってたんですけど、そういうことですね。じゃあまあずっとじゃあコーチを、そうですね、されて実際、まあ、こうでそこから監督になられたのが今年の2月から、ね、はい、どうですか監督コーチ の違いみたいなのって、まあ感じることってあります、うん、変わったこととかってあったりしますか。変わったことというより自分が変わろうと思って変えたことはあります、まあ、僕がコーチの時に経験してたことを今のコーチに経験さすことなく、はい、もっと前面にやってもらおうと思って。あ それ具体的にどういうところですか。まあ、僕結構バッテリーずっと見させてもらってたんで、はい、まあ、野手とかあんま見ることなかったんですよ、はい、監督が前見てたんで、はい、そういう仕事を今、まあ、さっきあのうちのコーチ、5つ上のコーチの人にメインにノックやってもらったりとか、はい、ああなるほど。でノッカーをこう今やってくれてるコーチに任したりとか、はい、で極力僕が全部自分でやらないようにして、結構じゃあ分業制じゃないんですか。みんなでやろうと思って。なるほどですね。なんかこうこれは俺これは俺ってやってしまうと、はい、その以外の仕事は俺じゃないと思うのが、なんか自分自身もそれがダメだったかなと思うんです。コーチの時に俺はこの担当やからとかっていうことではなく、みんながこう、はい、やるような感じでやりたいなと思って。なるほどですね。それは結構じゃあうまくはまってる感じですか。はまってるんですかね。でもありがたいことにコーチの方々もみんなこう一生懸命やってもらえるんで、まあ、そういう面ではいいかなと思うんですけど、ね、今コーチって何人いらっしゃるんですか。まあ、部長含めたら3人いて、はい、だから合計4人ですね。4人体制でじゃあ、はい、選手を見られて、今選手何人ぐらい、はい、3学年でいうと90ちょいぐらいいます。ですよね、結構多い、はい、まあ、大体目星1学年30ぐらい欲しいなっていう感じですか。はい、それ寮は全員入るんですか。入らないです。通いの子もいますし、はい、そういう形で分けてますね。何人ぐらい寮入れるんですか。合計で言ったら60前後ぐらいがギリかなっていう。こうまあでも多いっていう。はい、まあ地方の子が多いかったりもするんで。どこから、結構全国から。いや遠いところで言ったら広島です。
あ、広島ですか。はい。で東で言ったら愛知までですね。あ、愛知。はい。結構実際に前田さんも行かれる。ずーっとグラウンドいたんですよ。へー。だからそれこそ7年間グラウンドでしかいないんで。はい。で監督になってから一番初めの大仕事っていうのは、あの選手くださいって、ういう、まあそうですね、うちでやりましょうって行くことが一番大変でした。そうですよね。それなんか気をつけられたことってあるんですか。まあでも、あの母校出身なんで、もう全面的に、あのなんていうんですか、その母校愛を伝える母校愛を伝える母校愛を伝える。何を伝えるって言っても選手くださいとか、そのこの選手っていうことを言いに行くというよりも、はい、あのこういう気持ちで野球やりたいですとか、あ、僕はこう考えてますってことを伝えに行ってる感じですね。でそこに共感をしてくれる選手は、まあ、うん、翔英のことを知らない人たちにまず翔英のことを知ってもらいたいっていうことを伝えたくて。なるほどですね。思ってる以上に聞いた話よりも実際の中の話を見てもらいたいな。なるほど。これ実際やっぱグラウンドにも来てくださいっていう、もうぜひぜひグラウンドに見に来てもらったらもう分かりやすいと思うんでっていう形でアナウンスはしてますけど。なんかそうですよね、まあ、皆さんもちょっとだけ見させていただきましたけど、楽しそうにやってる、結構意外とフランクな、はい、人数多かったら練習ができないとか、はい、って思ってもらうイメージあるんですけど、しっかりそこはもう分けて、はい、みんな練習できるようにサイクル組んで、はい、時間決めてやったりするんで、ああ結構じゃあもう皆さん平等にこう練習量はできる。もうそうですね、もう大会前とかなると絞って、まあ、まあそうですよね、っていうのはなりますけど、もうこういう冬の期間とかに練習しないってことがまずないです、うちは。ああ、そうなんですか。はい。そこは結構じゃああれですか、もう各地方回りながらなんかそこを歌いまくってます。歌いまくってるという感じ。そう、人数いても一応サブグラウンドもあるんですよ実は上に。あ、そうなんですね。だからそこでも練習できますし、そうなんですね、はい、そうなんですよ。まあでもそうですかね、まあ確かに大所帯のところは結構そこが懸念点だったり、絶対そうだと思うんですよ、ね、練習ができないっていう。でそれだったら少人数ね、なんか効率いってる方がいいとかっていう方も結構やっぱり聞くんで、うん、そうじゃないってことですよ、ね、でもまあ僕人数多ければ多いほど楽しいんですよ。なるほど。いろんな子がいるじゃないですか、はいはい、もう結構人間観察が好きで、キャッチャーっぽいですね。こんなとこあるんかとかお前これいいやんとか、そういうとこに気づいてあげることが好きで、だからすっごい僕多分60人野球やれって言われたら強いと思います。走塁こいつがうまい、あいつ走塁いけとか、バントうまい、こいつ今バントとか、はい、変化球打つのうまい、このカウントで変化球打ってこいとかっていう割り当てをできるようななんかスポーツやったりすると僕結構自信ありますね。まああれですよね、その選手の言い悪いを理解しとかないとそれできないですからね。その見とかないとできないことだと思うん で、ね、まあ、それ含めて僕あの今1年生の担任をしてまして、もう今3年間やったんですよ、はい、だから今この夏やった子たちも1年生の時担任してて、あ、そういうこと。今の2年生も1年生も僕が担任、1年生なんですよ、はい、翔英高校の土台のスタートは僕が全部やります。なるほど。監督になる前から、あ、そうなんですね。僕やりますって言って、翔英高校ってこういうとこやぞとか、あ、そういうことです、ね、こうやってやるよとか、こういう選手はダメだよとか、この時期はこういうのが必要やぞっていうのはコーチながらにして、はい、そういうのを作っていこうと思って、まあ、僕はやったんで、なんかあのどうしても勝ったら3年に1回とかってなるとこもあるじゃないですか、はい、毎年コンスタントに勝とうと思ったら1年生が大事なんじゃないかなと。なるほど。だから始まりを僕やらせてくださいって。そこをじゃあ大事に、はい、めっちゃ大変っす。そうですよね、そうですよね。でもあの一番時代の流れ感じれます。あ、そうですか。ああ、こういう子たちが今年はこんな感じか。ああ、そういうこと。やっぱり3年生2年生1年生でも全然違いますし。ああ、そうなんですね、はい、楽しいっす。まあでもそれにね、その時代の流れも感じながら自分もこうちょっとそこにフィットしていかないといけない部分もあるんで、うん、一番分かりやすいですよね。そうなんですよ。でそれこそさっき言ってもらったそのコーチから監督に変わったっていうのは、はい、コーチで1年生の担任してる時と
監督で1年生を担任してる言葉の重みが変わりますね。ああ、なるほど、はい、なるほど。こう一コーチが言ってることやろうっていう感覚と、監督が言ってることという、その責任というか、はい、まあ、選手の入り方も違いますよね。そうなんですよ、監督がそう言ってるのが絶対やらなあかんやんっていうのが野球界の掟やと思うんですけど、はいはいはい、それを1年生の時からそういう話をするっていう点が、まあ、コーチから監督に変わったその大きな部分かなと思います。なるほどなるほど。でもそうか、でもそれはでもそうですよね。1年目の本当の一番最初ってめちゃくちゃ大事ですよね。しかも考え方だったりチームの方針とかをやっぱりそこで入ると方向性が分かるというか、で顔色見たらしんどいとかちょっと精神にきついとか、はい、っていうことを分かってあげられるんで。なるほど。そこのサポートもしてあげたくて、だからコンセプトとして辞めるっていうことがすごく寂しくて。あ、そうなんですね。だから僕こう出会いとかが大事だとか、人の縁、まあ、今回もこうやってこう、はい、取材してもらう人の縁が大切だぞってみんなに言うん で、はい、で今1年生誰一人辞めてないです。34人いるんですけど。すごいっすね。もうあと 2,3 ヶ月で1年経ちますけど、一人も辞めてないっていうのが。すごいっすね。34人だらね、やっぱ 2,3 人辞めてもってあると思うんですけど、まあ辞めることなく。すごいっすね。いや、じゃあまあそれはもう前田さんの人柄というか、まあ、そういうところを多分大事にされてるんで、方も選手に伝わってる。まあだからその人の嫌がること言ってダメよって当たり前のことですけど、一番初めに言うことに意味があるんかな。はい、なるほど。土台の始まりからそこはダメっていう、だそのもちろんそういう約束を破った子に関してはきっちり指導させてもらえるので、はい、なぜそういうこと言うのとか、うん、あかんで約束したやろうとか、まあ、そうですよね、決まり落とすもんね、いうことを言ってあげられるんで分かりやすいと思う。なるほど。それは本当にダメなんやっていう、はい、でもそれを僕は見て見ぬふりするのが嫌で、だからもうダメなことはダメってはっきり言う、時代なんて関係ないです、はいはいはい、っていうことをきっちりもう伝えてます。ああ、なるほどですね、はい、どんな状況でもダメなことはダメです。大会前であろうが大会中であろうが、はい、ダメなことがあったら野球はできないよって、はい、やることちゃんとしたことによってやれるわけやからっていうのを歌ってますけど。そうそう、いや確かに大事、大事というか、それがやっぱなあなあになってしまうところも、ね、うん、あったりはすると思うんで、それ強みですね、多分、うん、そこを強くしたいなと。ですよね。で、まあ、こうグラウンドに来た時にこうさあやるぞっていうこのアグレッシブな気持ちを前面に出してやってほしくて。なるほど。で、まあ、アップもだからそんな感じの風景やったとは思うんですけど、はい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 、はい、一生懸命やったら楽しいこと増えるから、グラウンドで笑っちゃダメとかそんなことはないっつって、はい、なるほど。ただ約束破って楽しいことないよっつって、そこのオンとオフはすごくこだわってて。なるほどですね、はい、で自分が失敗してすいません頑張りますって言えることはいくらでも、失敗したらいいし、何でもいい、そんなチャレンジしたらいい、はい、でも許されないことの失敗、謝って済まない問題はダメやぞって、うんうん、今特にこう SNS とか、はい、そういう環境が取り巻く中でしていいことと悪いことの、謝ってすいませんもう一回頑張りますっていうのはエラーをしました、打てなかったっていうのはもう一回頑張りますできるけど、はい、できないことをしちゃダメやぞ、うん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 、っていうのをもうこんこんと毎日のように、ああ言ってるんですね、はい、だからもう監督になって心がけとんのは、始まりと終わりに必ずミーティングをしてます。その練習前、練習前、練習後、必ずミーティングしてから始まる。それはどういう内容を伝えるんですか。もう日々変わりますけどね、はい、やっぱ野球にこう日常がちゃんときっちりできてたら野球の話から入っていったりとか、はい、日常のことができてなかったら日常の話してからとかで、まあ、近所の人に褒めてもらったよとか、あ、はい、こういうのがダメって聞いたよとか、みんなで共有してやらないようにしようねとか、うんうんうん、っていうことをもうどんどん伝えていこうと思って。なるほどですね。ここ一番心がけてやってますね。いいっすね、いいっすね。こだわりです。いやでもこれもでも本当亜細亜大学の監督のおかげですね。ああ、そうなんですか。中村武史 YouTube 見ましたけど、はいはいはい、まず1時間から1時間半のミーティングから監督の始まるの、それはもう僕らも同じところで育ったんで、なるほどなるほど、その伝える大切さとか、はい、
考えとか、はい、世の中のこととかすごくそういうことを考えることによって野球の時にいざこういうことを考えれるとか、うんうんうん、いうふうに方向が変わっていく。大学生でさえもそういうのが難しいってことは、はい、高校生でそういうことを伝えていくと、はい、大学生行った時にちょっと柔軟 に対応できる。なるほど、なるほど。ちょっと大人に、はい、大人な野球生活できますもんね。すごい。まあそういう 困らないようにしてあげたくて。もう野球の上手い下手とかね、なんかこう、なんていうんですかね、勝つ負けるって本当すごくいろんなものが噛み合って成功することであって、はい、でもそれよりもこう大学行った時とか就職した時とかに、なんかそういう対応できるような人材であってほしいなっていう。なるほどですね。いやいいですね。まあ野球を通して、野球を通じて、通じてね、野球を通じて人間性を磨こうって。人間力のない人間に技術は使えよって。おー、はい、でもそれはもう本当大学、まあ高校の時もそうですけど、そういうことをこうコンコンと教えてもらって、自分がそれをまあ自分なりにしてきた結果が、はいはい、まあ、今の自分の立ち位置まで、ね、来れてるのかなと思うんで。なるほどですね。そこを大切にしたいなと思って。めちゃくちゃいいっすね。なんか僕が話聞いててちょっと入りたいなって思ってます。前田さんのことでちょっと入りたいなって。まあでも本当なんか監督と選手っていう距離感じゃないぐらい距離感が近いです。そうですね、担任もするんで。ああ、なるほどですね、はい、で逆に担任することによって喋らない子がいないです。ああ、そうなんですね。絶対全員に面談したりとか、あ、1年に1回2回親御さんと面談したりとか、はい、いろんなことができるんで、でその時にお父さんお母さんたちにも学校ではこういうこと頑張ってますよとか、今こういうの足りないですよっていうのをすごく的確に伝えられるっていう部分では、やっぱ1年生が大事かなって。